消えた。将軍、お怪我は？ない。戻るぞ。全体本陣の位置まで下がれ。はっ。官軍もう帰ってくよ。なんで、なんでなの？はい、取り替えお待ち。こっちへ注文まだ？はい、行くぞ。韓国艦は派手に陥落したってさ。バカ、お前それデマだぞ。どっかの野郎の作り話だ。え、そうなの？どっちにしろ秦軍が奮戦してるってのは確かだ。でもまあ、そりゃそうだろう。合従軍がなぜ長期戦に出ているのか。おそらく長期戦に出ているのではない。長期戦ではなく、逆に最短の短期戦を仕掛ける気だ。最短の短期戦。全軍出撃。さあ出歩く。官兵軍出ぞ。出るぞ。バッハー。高三流二百軍をぶつけろ。敵組め全体。いよいよ我々の出番ですね。ああ、まさに全体の鍵を握る戦場。嫌な予感。まさか兵庫将軍以上なんじゃ。まだでしょうか。俺が全中が最強の男、蒙武だ。貴様の頭はこの蒙武自ら叩き潰す。この蒙武軍は無敵である。突撃開始。左からだ。まさか私のところから始まるとは。敵様、後ろへ。こちらは突進あるのみ。ヘルメだ。行け。小細工はいらない。ここは腕力で押し切る。皆の者、続け。隊長、まだですか。左軍だけ奮戦してる。何をやってんの、父上。ヘク様、大丈夫だ。それにしても変ではありませんか。一向に後続が来ない。見ろ、左軍に向かって左陣が。敵は左に援軍を送ったと思われます。よし、左から順次突撃だ。これは写真掛けだ。写真学、正気か、あの男。この我々祖軍に戦術勝負に出るつもりか。将軍、うん、右端の雷騎様が出ます。頼んだぞ、お任せあれ。官兵様、左に予備軍を5000お送りください。獣どかせ、官兵の強者たちを。で、始めろ。こいつは戦車じゃないよ、戦造さんだよ。目がかわいい。くそ、なんなんだあの化け物は。六王様。ひるむな。敵はただバカでかいだけだ。馬回しにはついてこれぬ。加勢、騎兵実機、盾を持って俺に続け。しまった。よく見たな。出しなさに。戦弓兵、一斉走者だ。あの化け物たちを退却させたぞ。何か変だ。敵、あんなところに敵がいたか。何。さて、こっちはどこからでも攻め放題と。
突撃だ！新将攻撃！来た！龍国を中央軍にして両翼を置け。本陣を囲いの中に予備隊を隠すのだ。よし、行くぞ！敵軍、前に援軍を送る気配はありません。へえ、二軍を見捨てたのか。前方の敵軍へ包囲攻撃を始めろ。あ、さて本番はこれから。まだ弱い。左翼右翼両軍の指揮権を入れ替えるぞ。両軍の指揮権を変える。受けたまわった。なんですと。騎馬隊の準備が整いました。じ、悪いがここは任せた。危うくなったらすぐに旗で知らせろ。行くぞ。騎馬隊が出てきたぞ。こっちを狙うのか。な、何？避けちゃ。続け。よし、十分だ。離脱するぞ。モーテン様、あそこに安全地帯が。ダメだ。あっちは二度目の突撃の後、行き場を失う。敵が死ぬんだぞ。あの騎馬隊のおかげだ。今だ、押し返せ。隊長、敵弓兵の数がさらに増加を。昨日までの日ではない。隊に甚大な被害が。そろそろあれを出すぞ。発射準備。始めろ。撃て。来た。やつら外しやがったんだ。しかしさっきの振動は。で、登れ。砂を渡して登り口を増やせ。行け。危ないって三人者。一瞬を渡せ。早いに決まっている。俺の調合した豪胆丸は8日ほどで血を吹かせて人を殺す。超党様。貴様らも離れよ。移るやもしれぬ。将軍、では右の歓喜将軍に要請を。やめろ。助けなど必要ない。わしが陣頭指揮を取って大将。無理です、超党様。そら、なぜ来た。誰も貴様の助けなど頼んでおらぬぞ。今はそれどころじゃねえ。初めて。腕ひが打って。